はい、はい、はい、はい。え、ウクライナ侵略のために、え、プーチンにロシアに売られてしまった北朝鮮兵士、なんとですね、えー、海外に行ってですね、初めて検閲なしのネットに触れてですね、今、北朝鮮兵士、大驚愕中でですねえ、どうやらポルゴを見まくっているというニュースが流れてまいりまない,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 い。あ、ごめんなさい、すみません、すみません。あの、あ、トランプ勝ちましたあ。こっちでしたね、こっちでしたね。えトランプが勝ちましたえ。トランプがですね、大統領に帰り先でございます。ちょっとね、いろんなところがですね、いろんな形で吹き上がっておりますので、一気にお,お伝えしてまいりますね。どうも、闇のさんです。はい、ということでですね、これね、えアメリカ大統領選挙をね、 4年ぶりだなんかアメリカ大統領選挙とか、4年ぶりだね、どうもねあ。すんなりとトランプが勝ちました。あすんどりとトランプが勝ちました。で、これね、最終的にまだね、決定しているわけではないんだけれども、えもう状況的にはですね、もうトランプのですね、当選でですね、あ、えー、再選でですね、もう確定です。確定でございます。えトランプ陣営、今、大喜びでございましてえ、演説で勝利宣言をいたしました。もう見たこともないくらいの大勝利だ、とね、アメリカ大統領選挙で劣勢が伝えられるえ、共和党のトランプ氏がついに先ほどですね、あ、優勢が,が伝えられるね、フロダ州の集会所で、えー 支持者の前に登場してですね、政治的な勝利であるとね、見たこともない勝利であると、事実上の勝利宣言をしました。ご家族もいたしょ一緒だったそうでございます。そしてですね、これね、はい、えー、ね、あの、ハリスね、カマーラ・ハリースねえ、カマーラ・ハリースはですね、様子を見たらですね、もうね、わかりますわ。ハリスの陣営、今夜はお話をしない。演説の予定を中止という形でですね、ええカマーラ・ハリス、しょぼんでございますよね。アメリカ大統領選挙の開票が進む中、民主党のえ副大統領ハリスさんはですね、今夜は話さないとしてですね、えこの,日の ですね、ええ支援者の前に姿を見せませんでした、ね、もう負けたことが分かったんですよね、ハリス氏の陣営はえ、現地時間のです、ね、午前1時前です、ね、演説会場とされた首都ワシントンのです、ね、会場で待っていた支援者や報道陣らに対してです、ね、今夜は演説を行いません、明日お話をすることになると思いますと言ってです、ね、支援者らはハリス氏の姿を見ないまま帰宅をしたという形で、もう完全にえ敗者と勝者、敗者と勝者という状況でございます。本当にです、ね、まず先一、ね、一言言っておきたい一言言きだけ言っておきたい、ね あのクソマスコミ、ザマ見がれ、えー、もう今回ね、あのね、変更報道やばかったっすよね。もうとにかくトランプはやばい。トランプがなったらやばい。というかトランプってひどいよねえ。ハリスさんが大統領になるべきなんじゃないのというですね、報道がですね、グイ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 日本の国内でありましたよね。ハリス優勢、そんな内容でございましたよね。でもね、蓋を開けてみたらですね、もうあのトランプ圧倒的勝利、圧倒的勝利でございましたので、まずはですね、ざまみろということですね、言わせてくださいえ。今夜もですね、これね、トランプが大統領になったら、こんなやばいことがたくさん起こるよ。えハリスさんがいなくなったら、こん やばいことがたくさんわかるよっていうですね。あの笑えるニュースがですね、おそらくね乱舞すると思いますので、これを見てですね、我々笑いましょう、大爆笑しましょう。ほんでね、こっから先はですね、もうちょっとなんですね、いろんなところの視点をちょっと見ていきましょう。あのね、なんとですね。 ピロユキ、え、ピロユキがですね、まあまあですね、可能性の高いね、今後の予測をしておりまして、これ実はね、自民党の内部でもですね、この予想を立ってるんですよ。まあ、いくつか予想あるのよ。いくつか予想があるうちの1個に過ぎないんだけれども、この流れがですね、結構有力されてるんですよ。それはヒロユキがですね、ズコッと書きやがったから、悔しいけど読んじゃうわ。あのね、この流れがですね、あの、今後の基本ラインになる可能性が高い。で、可能性ではあくまでもね、あくまでもね、ここからどうね、はね、変化していくかっていうのをですね、見ていきましょう。これ頭に入れておくとね、今後の動き見えるから面白いよ。いきますね。まず まずはトランプ大統領が勝つでしょしたらですね、アメリカのウクライナ支援が終わってしまって、ロシアが領土を獲得して休戦。この可能性あるんですよ。普通にあるのよ。 少なくともこれまでみたいにゴリゴリのウクレナ支援はなくなる可能性があるんですよ。でもね、これに関してね、後でまた言うけど、ナザレンコ・アンドリーさんがですね、そんなことはないと思うよって予測を立てるから、今ね、いろんな人がいろんな予測を立てていて、どれが、で、あ、もう当たるも八景、外れるも八景くらいの感じでですね、あの、有識者がですね、いろんなこと言うとるから、まあいろんな意見見とくのが楽しいと思いますよ。ただ、どれが当たるかっていうのは分かりません。みんな予想の中で話をしてるからね。うん。そしてですね、その後ですね、戦争が終わった後、原油価格は下がりますよね。たら景気が一旦は良くなるんです。でもね この状況っていうのは常任理事国、つまりロシアは侵略をしてもですね、おとがめなしっていう状況になっちゃうよね。 となったら中国が、あれいけるんじゃないロシアが結局勝利という形で終えたんだったら、俺たちもいけるんじゃないという形で中国のアホーが台湾侵攻してくる可能性がある。という流れになっちゃう気がするんだけど、どう思うと、ひろゆきが言うとおりますので、この流れね、ありえるんですよ。<laughs> ありえるんだなぁ。困っちゃったね。でもこれをね、ちょっと頭に入れておきましょう。え、そしてですね、これね、あの、困っちゃったのはゲル石破。あ、困っちゃったのはゲル石破。なんで困ってるか別にゲル石破困ってるとは言ってないんですよ。え、トランプさん仲良くしようくらいのことね、言うとると思うんだけど、ただシンプルにみんな考えようぜ。ゲル石破と、トランプさんの正解 うううと思う合うと思思え、なんならですね、トランプさんね、第一声でですね、日米首脳会談で新大統領のトランプは石破茂にこう言うで、あの、君か俺の大親友の安倍晋三が最も嫌いだったという石破というのは あーんあーんってう、もうーわ、あんだろいや、この可能性ね、ゼロじゃないのよ、多分。マジで。マジでゼロじゃないですよ。で、これでね、ゲル石場はですね、おそらく、おそらく相当困っちゃったものでございます。だからね、ゲル石場ね、外交経験もそんなにあるわけではないので、え、今後ね、どうしていくかっていうところで、まずはね、麻生さんだよね。やっぱり麻生さんだよね。ちょっとね、アソゲル石場がですね、これね。 ちょっと、なあ、無理だろだからですね、あの、麻生さんに出てきていただいてですね、おおー、麻生と、久しぶりだな、とねえ、麻生さんはね、昔ね、岸田市長よろしくねって言ってくれたわけじゃないですか。でさ、えこれがね、このままね、あの、ゲル石場が行くのか、別の人間が立つのか、えちょっとわからないところはあるんだよね、本当にね。ゲル石場がね、このままね、主犯指名を受ける可能性高いんだけれども、実はね、今ね、ちょっとね、どうなるかわかんないというですね、状況にもなっておりまして、<laughs> じゃわかんないな、これは本当にわかんないんだ。だからまずはね、あの、麻生さんにアメリカに行っていただいて、 日本がですね、これ誰が総理になるのかわからんし、誰がですね、アメリカにね、えーお、なんかこうね、アメリカを担当というわけではないんだけれども、アメリカに向けてですね、リレーションを築いていくのか、ちょっとわからないんだけれども、まあ日本を頼むよと、まずは麻生さんに言っていただいてですね、ご挨拶をしていただくと。で、その後ね、あのね、 はい、これ、林官房長官がですね、いち早くですね、この状況に声を上げました。え、次期政権、誰がですね、大統領になろうとも、信頼を築きますよということをですね、あの、ちゃんと宣言してくれてるんですよ。これでいいと思うよ。もう、ぶっちゃこの時点ではですね、ハリスが勝つのか、トランプが勝つのか分かんなかった。おそらくトランプかもね、という予想が出てきたような時期だったんですよね。それでですね、誰が大統領になったとしても、日本はきっちりとして、ね、外交を行っていくということを、林官房長官がですね、これ言ってくれてるんですよ。で、これ、ね、ネットの中ではですね、やっぱりね、あの、今のですね、石破政権の中では、え、外交に関してきっちりと対応できそうな のはこれも林さんかもしくは加藤さんかくらいの話だよねとね。で高橋さんとかあとほらあの小林浩一小林さんとかはですねまあ,あ内閣にいるわけでもないしさねでさっき茂木さんもちょっとおとなしいしさ。 となったら、えー、今、なんでね、萩生田さんもちょっと今あんな感じでしょだから今とね、日本が頼るべきなのはですね、官房長官のですね、え、この林さん、そして今財務大臣やってる加藤さん、この二人をですね、全面に押し出してですね、あのトランプと一緒にですね、やっていくしかないんではないのかという声がね、一気に大きくなってきてて、俺も、もこの人外交すごいからね、結構ね。頭もいいしね。だからですね、ちょっと俺もね、思っずツイートしてる方はね、まずねこの状況だと、林吉松さんに八面ロッピで動いてもらうしかないと思いますと、ほんと頑張ってくれと。 もうトランプは、安倍、だってゾッとしないからね、安倍さん抜きでトランプと対峙すんなよ。 で、岸田総理もですね、まあ、今、この間総理辞めたばっかりだから、また表深台にそんな出てくるわけにはいかないからさ。そら、いや、ガチでね、俺、岸田外務大臣とか、望んでしまうんだけれども、まあ、岸田のですね、性格からするとですね、ちょっと出てくるには早いってなる可能性高いんだよね。となったらね、今、表に出てきてる林さんか、加藤さんをですね、これね、あの、ちょっと立つと行くしかないという状況、まあ、ゲルだとね、いけるか、ゲル。いや、別に貶めるつもりはないんだけれども、いけるイメージがねえんだよな、俺。 ねんだよ。<laughs> いや、な、なんでないかなんでないかちょっと言おうかあのね、今日ね、ゲルね、フィリピンにも嫌われたんですよ。あの、これ、これ、後で記事読もうかあのね、ほら、ゲルがさ、アジア版ナトウだ、アジア版ナトウだ、っつってですね、はーって日本の国内で言われてですね、で、アメリカとインドにもですね、はーって言われてですね、おいおい、ゲルお前一発目から外交しくってんじゃねえかよ、とか思ったらですね、え、今日ですね、フィリピンからもですね、あのフィリピンからもですね、岸田が苦労してこっちに引き寄せたフィリピンからもですね、はーって言われてしまったんですよね、ゲル。これね、ちょっとやばいっすよ、ゲル。 いや、マジでやばいよ。この記事ね、ちょっとね、面白いから読みますわ。フィリピンとの関係っていうのは今後すごく大事だから、でもね、そのフィリピンが、石破さんが言っている、ね、アジア版ナトについて、無理です実現不可能ですとはっきり言っちゃったから、うーコマッチキン、コマッチキンだわ。この、この記事はね、頭で入ってた方がいいから、後で読みますわ。 で、あとですね、エマニエルさん、さようなら、うこれだろ、これだろ,れだろ、ね、日本の内戦にですね、めちゃめちゃ口を出してきちゃうんだよね、エマニエルさんね。別にそんなに悪い人だとは思わないんだけど、ちょっとね、内戦に口出しすぎよというですね、このエマニエルさんがですね、おそらくあの、猿ということがですね、確定しました。 確定よあのね、あの、実際共和党からですね、あの、民主党から共和党にね、あの、政党が変わっちゃったから、世界中のですね、海外の大使が交代します。で、エマニュエルさんは交代するの。あの、100%の確定です。で、これね、これね、今ね、世界中のですね、あの、大使館でですね、あの、海外の大使な、ヨーロッパとかな、大使がですね、これね、あの、大統領選はもう見たくないと。おい、トランプ勝っちゃうじゃねえかよと。もう見たくねえ。あ、俺大使の役割終わるんだつってですね、あの、泣いているという記事がございません。これちょっと読んでみるよ。読んで、面白いよ。面白い。これ読んでみるあ行きますよ。<laughs> トランプ氏の当選見たくない。え、これ、さっきの記事だよこれ、ね 欧州のアメリカ大使館で、アメリカ大統領選挙、感染パーティー、中止が相次ぐ。<laughs> こんなことあるこれは、だって、アメリカの大使館でさえ、このアメリカ大統領選挙をさ、見るのをさ、やめよやめよね、ハリスが勝って騒げるかなと思ったら、全然トランプが勝ちそうなんだけど、もうこれ、しょぼーんって、しょぼーんってなっちゃうから、パーティーやめようっするし、パーティーの中止が相次いでると、これ、どんだけの影響力あるかわかるっしょわかるっしょ読んでみるいくよ。はい、アメリカ大統領選挙の開票が進む中、えヨーロッパのですね、アメリカ大使館で、えっ、ーえー、とね、 アメリカ人や関係者らが開票速報を見守るですね、えー、感染パーティーの中止が相次いでおります。はい、民主党員の大使たちがですね、これね、あの、ハリス陣営なんですよ、今の大使全員ね。全員ハリス陣営なのよ。だからエマニュエルも辞めるんだけど。<coughs> で、えー、確かですね、共和党候補のトランプ大統領の当選の可能性を危惧したためとみられますとね、えー、アメリカ政治体操、ポリティコが報じました。え、イギリスとフランスとドイツとベルギーのアメリカ大使館が、えー、中止を決めました。主要国ばっかりだね。えー、トランプとですね、え、ヒラリー・クリントン元国務長官が争った2016年の大統領選の際、えー、ベルギーのアメリカ大使館で開かれたパーティーでは、出席者がワインやつまみを楽しく、えー、楽しみながら、巨大テレビ画面に流れる開票速報を見守りました。しかし、大勢がトランプ氏に傾くと雰囲気は暗くなり、涙を流す女性も もうおつや状態なので、まさにね、ある外交官は2016年は悲惨だった、トランプ氏のですね新たな勝利を見たいという気持ちはないんだと、ポリティコに語りました、アメリカのですねアメ,リカアメリカ大使館もですね感染パーティーを行わない、16年にはですね日米の在家人や在日アメリカ人ら約200人をですね大使公邸に招いて開票を見守りましたね、前回20年はですね大使不在の時期だったため、行わかなかったと見られるという形で,です、ね、これね、アメリカの大使が今、どんどんどん交代を悲観、ね、してです、ね、泣いておるという状況が続いて 本当で,ですね、ああ、そうだねあ、笠間さんもですねあの、めっちゃ喜んでる、エマニュエル嫌いだったから、この人、もう本当嫌いだったから、笠間さん、あこの人あのあの、賢い政治家の方だよ、めっちゃ喜んでます、あ,あとですね,あのね、これからじゃあ、日本はどういう風な流れになるのかというところに関して、あのトランプね、やっぱり、ね、安倍さん抜き、外交のできる岸田さん抜きのトランプ対応,トランプ対応は、やっぱりね、不安なんですよ。 不安なのよ。それがちょっと書いてあるポストをですね、これね、金子さんのポストを読みましょうか。えー、維新の会ですよ。医、えー、維新の会がこれ正しいと思うよ、これをね。えー、アメリカ大統領選挙、トランプ当選の確実の模様でございます。ちょっと考えただけでも、ウクライナの支援はおそらくは減るであろう。その可能性すっごい高いのよ。高いんですよ。ね。減るだろうし、FRB の金融政策に口しを突っ込んでくるだろうし、これも突っ込んでくると思います。確かにね。この二つだけでも大問題。えー、これに加えて北朝鮮とディールと称して、我が国には耐えられない情報をしてしまう可能性もゼロじゃないと。 あここまで言うとね、ちょっと行き過ぎな気はするんだけどね。日本に被害を与えるようなディールをですね、交渉をね、トランプがやるとは俺思わないんだけど、まあ確かにゼロではないんだよね。 北朝鮮今核持っちゃってるしさ。うん。で、対中国、台湾、対、対台湾政策もどうなることかと心配と、我が国が石破総理で対応できるのか大変心配という形でですね、これね、え、党らしいコメントが最後に盛り込んでくれるとぶっ込んできちゃったんだけど、でも確かに、対台湾とか対中国どうなるかわからないんですよ。えっ、ー、と、ちなみに4年前ですね、僕がですね、アメリカ大統領選挙でわーわーわー,ー,ー言うとった頃ですね、トランプ頑張れって言ったんだけど、実はですね、あのね、中国もトランプ頑張れって言ってたんですよ。ね。 事態がどうなるか複雑でしょこの人マジでジョーカーだから、どう動くかわかんないんですよ。わかんないのよ。で、困ったのが、ウクライナ、ヨーロッパの方でございます。で、ちなみに、グレンコ・アンドリーさんでございますね。はい、トランプの当選は確実な情勢なので、日本もヨーロッパも覚悟をするべきですとね。これね、多少ね、ポジショントークが入ってると思うんだけどね。まあ、そのつもりで聞いて、え、これからですね、東、亜でですね、え、日米、要するにあの、東アジアね。で、日米安保の抑止力、それが下がるでしょう。で、ヨーロッパでですね、NATO の抑止力は、大幅に弱くなる可能性 がありますゼロじゃないんだよ。ゼロじゃないんだけど、た、ゼロ、まあ、絶対に弱くなるとは言えないんだけど、ただこの可能性は普通にあるよ。うん。で、中国、ロシア、北朝鮮は、これをチャンスだと認識する可能性があります。え、アメリカはですね、同盟国を守らなくなる可能性が高いので、え、各国は独立を守りたいんであるならば、独自で軍事力を強化するしかありませんよという話。うん。これも、一つの予測でしかないんだけど、でも可能性のある話なんですよ。 やばいでしょだから要するに、アメリカ、トランプは自国ファーストになって、アメリカに閉じ込める可能性があると。ね。東アジアが荒れている、ヨーロッパが荒れている、中東が荒れている。でもアメリカはそこにはですね、加わらないと。別にアメリカが得するわけじゃねえしさ。くらいのことをね、言い出す可能性あるんですよ。実際に、えっ、ー、と、今から8年くらい前はそんなこと言ってましたからね。日米の沖縄の米軍基地引き上げようかなみたいなことを冗談の時で言ってたからね。安倍さんがいなかったらどうなってたかわかわかんないよ。で、今いないんだよ。 いやもう、加藤さん、林さん、ほんと頑張ってっていう感じではあるよね。そして、ナザレンコ・アンドリーさんでございます。これね、真逆のことを言うとおりますよ。ね。ウクライナからですね、支援がなくなるんではないのかというね、多くの方がね、想像する中、ナザレンコ・アンドリーさんの想定です。2005年当時、民主党のですね、議員だったオバマが、ウクライナの軍縮をですね、観察をして、武器がなきゃ戦争が起きないというですね、支援の、まさにね、日本の左翼みたいなことを言うんだ、オバマはな。という真実と真逆のイデオロギーを押し付けた上ですね、2014年に、武器の提供を拒否、提供拒否。これによってですね、ロシアがですね、ウクライナ 攻め込んんできたんだけどね、えー、トランプ大統領が、えー、武器の提供を承認してくれた、親、えー、ウクライナ派から叩かれるだろうが、私は民主党の方が良いとは全く思えないんだ、言葉ではなくて行動が大事だからね、2022年もトランプを毎日応援したし、えー、その後もですねずっと共和党を応援していたし、陰謀論者は少数派ね、えー、今もですね絶望感はゼロなんだ実はね、トランプだったらきっとウクライナ守ってくれるだろうと、えー、ナザレンコさんは思ってるんだって、えー、2016年にです、ね、トランプ当選で大喜びをして、その後はですね涙目でヒラリーを起こした、えー、ヒステリーを起こし えー、ロシアがですね、記憶に新しいので、今度は期待を裏切られた陰謀論者の涙目だか楽しみだと、なかなか喧嘩売ってますね。<laughs> 俺、ナサニコさんね、落ち着いていこうぜ。えー、現実のですね、トランプと、えー、メディアで報道されるトランプ、えー、または陰謀論者の妄想の中のトランプは、全然違うもんだからね、と。で、これに一人さんが、あ、そういえば、え、戦を支えたジャベリンをですね、承認したのは、トランプさんでしたよね、ウクライナのためにね、ということを言ってこられて、まあ、これも可能性としてはあるんだけど、でもね、ナサニコさん、どう、どうかな。 トランプ、今のトランプはウクライナへの支援ね。どうだろうね。変わらなかったらいいなと俺は思うけどね。うん。ああっていうようなね、あの状況でございましてえ、各地でこんな状況になっているというお話でございますわ。はい。え、ということで、ね、これねえ、まだね、トランプがですね、が勝ったのは、もう、もうでも確定だわ。確定でございまして、こっからね、世界各国が何をどう判断して動いていくのか。この後一気にニュースが流れ始めると思うんだけど、こういう時はね、めちゃくちゃデマも流れるから。 みんな注意してね。で、さっき言ったね、あの、これ読んどこう、これ読んどこう。あ、どこだっけどこだっけこれ、これ。石場、うちの石場ちゃんが、石場ちゃんが、外交、で外交大丈夫かなっていう記事です。せっかくね、こっちに近づけたフィリピンがですね、日本何やってるのはと言うとるですね。はい、えー、ね、これ、日本のアジア版 NATO をですね、なんとフィリピンがですね、それ不可能だよって言っちゃった記事。うん。 これは、まあ、同盟国の言葉だからさ、やっぱ頭に入れといた方がいいと思うんで、最後これを読みますと、石破怒んなよ、石破ゲル違う、だからでも、お前言ったじゃんだから、だからその、なんかこの話を出すタイミングが変なんだってこのタイミングで出しちゃったら、根回しもしても、しかもあんたしてないでしょだからなんかね、もう、この人優秀な人だと思うんだよ。優秀な人だと思うんだけど、根回しとかね、やっぱ政権運営に関してのね、勘がね、鈍ってるというか、うん、頑張って、ほんと。トランプさんなんだから、相手は。 頼むよ。ね。えー、このフィリピンのですね、コメント、これ読んで終わりましょうか。いきますね。<laughs> えー、NATO 型の東南アジア安全保障グループ、つまりアジア版 NATO ですね。石破さんが提唱した内容です。は、実現不可能であるとフィリピンの大臣が発言してしまいました。ね。えーえー、マニュアルのロイターからです。えー、フィリピンの国防長官は火曜日、同地域における利害や同盟の相違を考慮すると、現時点では、えー、東南アジアで、えー、NATO のような安全保障集団を形成することは不可能であるとはっきり言っちゃいました。 だから、こういうことをね、発言せざるを得ないんですよ。あの、石破さんがこれにドーンと打ち明けちゃったから、その返答せ,せざるを得ないんですよ。でもその返答で、よし、参加するっていう国がね、あるわけないんですよ、今の段階で。となったら日本何やってるんという形で日本のプレゼンスが下がるんですよ。だからその辺をね、うん、まあ、いい勉強になったという考えたらいいのかな。いや、大丈夫か、石破さんよ。 まあ、いや、東南アジアにおける NATO に相当する組織の見通しについて問われた、えー、ジルベルド・テオドロ氏はですね、安全保障フォーラムで、えー、アセアンの複雑な国家間のですね、えー、利害の二分法と相違によって、えー、統一をされた軍事同盟を結成するのは困難であろうと述べました。そ、それが分かっているから、分かっているから一国一国説得をしていってたんだけどね、岸田さんはね。うん。そして、えー、統一された軍事同盟を結成するのは困難であろうと述べました。例えばですね、我々はアセアン結成以前からアメリカと防衛同盟を既に結んでいます。えー、我々は今後も志を 同じくする国々と同盟関係を築き続けようと思っていると、え同氏はですねマニラでの安全保障フォーラムで述べました。他の ASEAN 諸国も中国と同盟関係を築いている国だってあるんだからとねこの発言はですねえ日本の心象であるですね。コーヒー飲んでいい。 石破茂氏がですね、就任前にアジア版の NATO 設立の構想を提唱してしまったことを受けてえ出されたものであるとえ。この提案は支持を得られず、えアメリカとインドにハーッと拒否をされてしまいましたえ。日本のですね、外務大臣はその後、中国を念頭に置いているのかとの質問に対しですね、はい、えこのような考えは特定の国に対抗することを目的したものではないですよと述べました。テオドロ外相は、え中国が南シナ海でえ見行為をしていることを ASEAN が認めることをですね、望むと述べましたえ。最近ですね、フィリピン、ベトナム、インドネシアとの間で領有権を

緊張を緩和するため、南シナ海における行動規範の,の交渉をですね、早急に加速するようにですね、東南アジア諸国と中国に要請しました。2016年ハーグ仲裁裁判所はですね、南シナ海における中国の首相には法的根拠がないんでございますよ。アホですか中国という判決を下しまして、訴訟を起こしたフィリピンの側に立ちました。北京はこの判決を拒否していますという話でございますよね。 ね、石破さん、ちょっと考えて動いてくださいね。トランプさんはお前一緒すぎないはいかない人ですよ。考えたところで無駄かもしれないという形だからね。そしてトランプさん、今のね、この体中包囲網というのはね、あなたが大好きだった安倍さんが、安倍さんが初めて協力をしたものでございます。あの、ね、安倍さんがね、スタートをさせてですね、強力な形を、今の形をね、築いたものでございます。安倍さん好きですよね、トランプさんね。 安倍さんもトランプさん好きだったよ。だから安倍さんがね、気づいたこの対中方囲も、どうか協力をしてくれ。これトランプさんがさ、南シナ海にどんな形で口を出してくるのか、ちょっと注目だよね。今ね、東シナ海もやばいんだけど、南シナ海マジでやべえ状況だから、これアメリカ大統領がどういう風な発言をするかによって中国の対応ね、めっちゃ変わってくるから、この南シナ海に対するトランプさんの発言もですね、注意をしておきましょう。はい、ということでですね、はい、トランプさんですね、これね、トランプさんですね、これね、あ勝ちましたわ。 勝ちましたわ。これによって、まずはね、ウクライナがどうなるのか。ね。さっきも冒頭言った通りですね。あの、北朝鮮兵士がですね、今、ポルノを見送ってるとですね、なかなかすごい情報が飛び込んできてるんだけど、このウクライナに対しての発言もですね、要注目ですよ。要注目よ。世界一気に動くよ。めちゃくちゃ動くよ。日本、頑張ろうな。頑張ろうな。激動だけど、これいい、いい、いい。日本にとって良かったねと言わせるのはね、自分たちの力でね、外交を頑張って、安倍さんがやったみたいに、 トランプを味方につけて、ええ感じにしていくのは自分たちの力だからね。ほんと頑張ってね、日本政府。ここでミスったら全く笑えない流れになるからね。お願いします。ということで熊さんの動画を終わりたいと思います。バイバイ。